皆さんこんにちは、サンシャインチャンネルのひとみです。今日はバンコク滞在5日目の朝になります。今ここはアテネホテルに来てるんですけれど、1回今まで泊まっていたホテルをチェックアウトして、そして新しいホテルにチェックインして、そしてすぐここのアテネホテルまで来ました。何をしに来たかというと、アフタヌーンティーを予約してたので、アフタヌーンティーを楽しみたいと思います。では今からこのホテルのベーカリーショップの方のアフタヌーンティー会場に行ってみたいと思います。アテネホテルの中のアフタヌーンティーを食べにやってきました。ちょっとね、予約してたんですけど、予約してた画像とちょっと違う気がしてたんですけれど、なんかこれはこれで綺麗な画像が撮れたのでよしかなと思います。では早速食べていきます。まずこちらから食べていきます。これ可愛いお花が乗ってます。ちっちゃなお花が乗っている。なんかカニの味がする。カニとお野菜の味がします。上品な味。これはこれもエビと何でしょうね。エビとカニ、なんか果物の中に何か詰まってるような、すごいおしゃれ。エビと何でしょう、お刺身みたいな、もうライチみたいにも見えるんですけど、これライチみたい、ライチの中に何かが入っている、果物の中に何か入ってるような、これも何かな、
これすごいさっぱりしてフルーティーな感じ。あ、後でちょっとピリ辛、後でちょっとピリ辛な、何でしょう。これフルーツです。フルーツの中になんかね、お魚を、フルーツとお魚をミックスした味がする。次はスコーン。あ、すごい温かい、温かいスコーン。ちょっと食べるのにめっちゃ邪魔な気がするけど、すごい温かい緑色のスコーンにジャムと、これはクリーム、アイスクリーム、何かな、ちょっといろいろつけてみます。ジャムと、これはバターかな、バターと、これがなんか不思議なアイスクリームみたい、生クリームみたいな、いろいろつけてみました。どれも美味しい。これが一番美味しい。これ、次はココナッツ。下に何か入ってる、緑色のが。ココナッツプリンのような、ゼリーのような、甘さ控えめの、裏がこんなになってます。ゼリーの上にココナッツのあんこが乗ってる感じのスイーツです。次はこれ、何かな、あ、チョコレートみたい、割れる、パリンパリンと、まあ、チョコレートの中にプリンみたいなのが入ってる。あ、冷たい、中すごく冷たい、周りはチョコレート、中はプリンみたい。これは何かな、下がクッキーがついてて、上お花がついてる。お花はチョコレート、これじゃない、砂糖菓子。やだ、中は、周りはチョコレートで、中アイスクリームみたいです。これはマンゴーですね。上のは、これはチョコレート、マンゴーの、これマンゴーのケーキです。これは甘さ控えめ、こちらはマカロン、上がチョコレートがついていて、中にこんな感じになってます、はい、こちらかわいいお花がついてる。葉っぱはなんか食べれそうにない感じ、紙にくるまってるようなお菓子。何でしょう、反対側からちょっと食べてみようかな。ちょっとなんかついてる、反対から食べてみます。なんかカレーの味がする、不思議な味。カレーですこれ。アフタヌーンティーは甘いんですけど、めっちゃ甘い、まあ、お菓子というかケーキが主になるわけですが、主になったにしてもめっちゃ甘いのばっかり、お腹いっぱいになるので、お昼ご飯はもういいかなっていう感じ。フルークさんのケージのでこれ予約したんですけれど、なんかついてたのと全然違うものが来たんですが、式によってメニューが変わってるみたいです。なのでそのままの表示通りのものかと思ったらちょっと違うので、その辺はね、何が出てくるか楽しみっていうところで来た方がいいかもしれないです。全部めちゃ甘い、めちゃ甘い中に一番最後にこれカレーが入ってたのでびっくりでした。最初の前菜の方はねすごく美味しかったですけど、こちらのデザート類はめちゃめちゃめちゃ甘です。うちのお茶がしっかりジャスミンティーにしたので、これまで甘いのにしてたら甘々だらけになっちゃうので、お茶は甘くないのを頼んだ方がいいのかなと思います。